い、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、まあね、ちょっとごめんなさい、遅くなっちゃったんですけど、メディアのファンデーションと、これはもう一昨年ぐらいになるかも、そのもうちょっと経ってるかもしれないんだけど、インテグレートグレーシーのファンデーションの、比較をしていきたいと思います。比較をねしていきたいと思います。今日も最後までご覧になってください。では早速始めていきたいと思います。久々にこれを装着します。よいしょ。なんかこれの存在を一時期忘れてしまっていて、はい、これはね13年ぶりに行ったディズニーランドで購入したもので、1回しかね使わないか、もったいないか、動画で使おうと思って、はい、まずは下地から使っていきます。これは相変わらずもこちらですね、セザンヌの UV ウルトラフィットベース N02 番のライトピーチを使っていきたいと思います。で、私はね、あの下地からファンデーションブラシを使っていくので、まずファンデーションブラシをね使っていきます。これは、今日使っていくファンデーションブラシ2種類使っていきます、MAC の、190番の、ファンデーションブラシとモーフィーのファンデーションブラシ、同じ、両方とも同じ形ですね、お鼻を中心にして内側から外側に放射線状にブラシでつける場合は広げていきます。はい、高いところから塗布していきます。筋肉の流れにね逆らわないように塗布していきます。で、よくね、私応用編で毛穴落ちする方は、くるくるして使ってくださいっていうように、あの以前から申し上げてると思うんですが、なかなかねくるくるするのが難しいっていう方もいらっしゃって、まあ、無理にねくるくるしなく、最初からくるくるしなくても大丈夫です。はい、じゃあこんな感じで塗っていきました。対決ですね。じゃあこっち側メディアつけて、こっち側は、インテグレートグレーシーの方つけていきたいと思います。で、こういう風に、クリーム状になってるファンデーションっていうのはこうね、すくうのにこう指とかを入れない方がいいので、まあ、スパチュラとかお持ちじゃなかったら綿棒をね使うようにしてください。綿棒でこのように取ったら、何か、まあ、小皿とかでもいいし、こういう手の甲とかでもいい。手の甲だと熱が加わるので、はい、素早くなじませるようにしてください。そしたらまずメディアの方ですね、こちらのさっきの、下地クリームをつけたファンデーションブラシでいいです。少し取ります。少し、たくさんつけないでね。そしたらビヤービヤービヤーっていう感じで伸ばしていきます。はい、こんな感じで伸ばしたらスポンジで叩きます。薄く薄く叩いていきます。こんな感じで、で最初から厚塗りにしようと思わないでください。全体的にまず薄く伸ばしてなじませちゃってから、カバーしたいところにのせるようにします。だから例えばこの辺とか、ちょっとまだもうちょっとカバーしたいなと思ったら、こういう感じで上からのせていきます。ブラシで。はい、そしたら軽く叩きます。で、これはもう絶対にこすっちゃダメです。こすらないでください。叩きます、こういう感じでね。はい、まず、メディアの方、つきました。そしたら次にインテグレートグレーシーの方をつけていきたいと思います。こちらですね。で、思うに私はインテグレートグレーシーの方が、なんていうのかしら、クリームっぽくて、メディアの方がちょっとみずみずしいような気がします。はい、
で色は動画説明欄の方に書いておきますので後でチェックしてみてください。はい、そしたら、こちらはまたちょっとブラシ変えますね。こちらでつけていきます。つけ方は同じです。少量を取ったらピーピーピーと伸ばしていきます。で本当だったらね、技術がある方だったらこれで全部ある程度伸ばしちゃって、後からスポンジをつけるっていうようにするんですけど、皆さんまず、ファンデーション自体がね、なんかファンデーションブラシ自体がなかなか使えない、使えてるっていう方少ないと思うので今のようなやり方をしてます。でこっち側はじゃあこのスポンジをね使っていきます。このこちらのスポンジは乾いてるスポンジなので、でもね、使い方としてそんなに変わらないかな。でよく押さえていきます。このねスポンジワークをしないとやっぱりファンデーションって綺麗につかないので、こんな感じでまずファンデーション仕上げました。で、カバー力自体はそんなに変わらないと思う。そうね、しっとり感はインテグレートグレーシーの方があるから、とにかくメディアはねみずみずしい感じがします。とてもみずみずしい感じがして、インテグレートグレーシーの場合はクリーミーな仕上がりになると思います。そしたら次にコンシーラー、目元の下ね、色素沈着1回カラーでカバーしました。その上から光を反射させる水っぽいコントロール、コンシーラーを使って光を反射させることによって目元の影ですとかくすみをカバーしていくというやり方をしていきます。今日使っていくのはフィットミーの、コンシーラーのライトの10番ですね。そしてまっすぐ鏡を見てここに線ができやすいところね、私の動画見てる方はひろゆきライン、長戸ひろゆきさんのひろゆきです、ひろゆきラインのところに乗せていきます。こういう感じで点線でね、はい、はい、こんな感じでつけていきます。そしたらこれも同じで最初のコンシーラーと同じに叩くようにしてのせていきます、ね、叩くように広さを出していきます。ゆっくりゆっくり丁寧に伸ばしていきます。はい、で反対側はこちらですね。スポンジ変えました。まつげのラインギリギリまでしっかりとなじませていきます。もうここまで来ると目の下ね、かなり明るくなってきますね。はい、そしてコンシーラーの入れる場所ね、まあハイライト効果も出したいので T ゾーンつけていきます。あとまあこの辺とかしょっしょってちょっとつけて、あご先につけ、あとこういうのが赤みがある出やすい方はここのところにつけても大丈夫です。で叩くようになじませていきます。で、この2回目でつけるコンシーラーは通常ファンデーションの色よりも1段明るめ、まあハイライト効果も出したいので1段明るめにしてあげるとちょうどいいと思います。叩くようにしてなじませていきます。こんな感じですね。この後に、まあ、シェーディングしたり、いろいろねしていくんですけど、はい、こんな感じで、ちょっとこっちが、メディア、こっちがインテグレートグレーシーですね。とメイクちょっとね仕上げて戻ってきて、はい、メイク、仕上げて戻ってまいりました。いかがでしょうか。こちら側がメディア、こちら側がメディアで、こちら側がインテグレートグレーシーなんですね。でまあまあパッと見はもうほとんど変わらないです。パッと見はでまあね、どうなんだろうっていうふうにちょっといろいろ見たんだけど、そう、甲乙つけがたい、甲乙つけがたいですよね。
いや確かに何度も言ってますけど、メディアの方はみずみずしい、そしてこう、まあ、やっぱり若干薄付き、まあ、クリームがこう柔らかいので若干薄付きかなっていうのはあります。でインテグレートグレーシーの方もこっくりとした感じの、まあ、ちょっとしっとりとして、ただねカバー力の部分で言うとそのみずみずしさとクリーミーなのとの違いぐらいで、カバー力はねほとんど変わらないですね。うん、だからあとはもうお好みかな。で、メディアが、1100円、それからインテグレートグレーシーが1200円、まあ、100円の差というのと、メディアはコンビニで買える、まあ、ファミリーマートとかに小さいサイズがね500円ぐらいで売っております。なのでまあ金棒と資生堂対決、うーん、甲乙つけがたいけど、このね、うーん、そうですね、ここのシワの部分とか、本当にあれなんだけど、やっぱりメディアかな、私の好みはメディアかな。最初もすごいインテグレートグレッシュすごいいいってずっと思ってしばらく使ってた時期があるんだけど、でねこれハイライトつけてないんですよ今日。わざとあの違いが分かるようにチークまでは仕上げましたが、そうですねメディアかな。やっぱりちょっとこうみずみずしくて素肌っぽいっていうつけ心地はメディアの方がやっぱり好きですね。うん、まああとはお好みかな。まあこんな言い方でせっかく比較っていうことでね、あのやっといて、うん、なんだけど、私の好きなのはでも本当にどっちも、あの私の顔だとコーツつけがたい感じがするんだけど、好みで言うとメディアかなっていうふうに思います。じゃあね、ハイライトをつけていきたいと思います。最後の仕上げのハイライトはね絶対つけないとねいけないので、ハイライトポン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 ってつけていきます。はい、このハイライト本当もハマっちゃってずっと使ってるのね。はい、こんな感じでどっちもいい。もうこの1000円台、このプチプラのファンデーションでこんなに対決してコーツつけがたいっていうのはねあんまりないと思うので、どちら、あ、ここか、こっちね、こっちがメディアでこっちがインテグレートグレーシー、はい、ないと思うので素晴らしい、2つも素晴らしいと思います。はい、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムと最近ですね、今年はねツイッターを頑張ろうと思って、ずっとねツイッターやってたんですけど、なんかね1週間に1回開くか開かないかっていう感じだったんですが、なんかねあのちょこっとしたこととか、こうインスタグラムではのなんかやれないようなつぶやきとか、そういうことをちょっとツイッターでやってみたいなっていうふうに思っているので、もしご興味がある方はフォローの方よろしくお願いします。はい、それからもちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それから、よりこのメイクレッスン、マンツーマンセルフメイクレッスン2月のご予約解禁しておりますので、ご興味がある方は動画説明欄にリンク貼ってございますのでチェックしてみてください。はい、ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。